ジュラシックワールドアライブですね、今日もやっていきましょう。ちょっとですね、今バグって再起動しましたので、改めてちょっとですねやっていきたいと思うんですけど、さあさっきからこの対戦相手を検索中で相手が出てこないんだよね。またその状態ですか。この状態やだな。これどのぐらい待てばいいんだろう。あ、出てきた。さあ開けていきましょう。さあここでも出てこない。ここでマッチアウトですか。だったら先に AI とさせろって話なんだけど、この辺のねマッチングをねもうちょっと改善してほしいですよね。あの検索中と対戦相手を待ってますって、この2つがよくわからないです。さあ開けました、見ましょう。さあこれはどうしようかな。インラプから行ってみますか。さあインラプから出していきますけど、相手は何出てくるかな。ソロドロきます。さあこれは、はい、まずは回避を打つとこから始めるといいかな。はい、回避を打ちましょう。先手取れてるんですけど、回避を打っていきたいと思うんですが、はい、まず向こうが打ってきますと。さあきついね。さあそれに対して、はい、次もう一回打ってくる可能性があるんだけど、それに耐えられないともうどうしようもないんですが、さあここで向こうは考えましたね。2倍を待つのかな。はい、これを打っておいてはい、もう一回打って倒しに来るんだけど、これが倒せないと、はい、ここで今度は先制打ってくるかな。でも回避効いてるから向こう考えてるかな。というか今1倍打ったな。ということは向こうバグってるか。あ、先制打ってきますね。はい、さすがにこれ倒されますと。さあここで先制打たしとけば次先制打てないので、はい、ここで、はい、打っていけばいいと思います。もうこれどうしようもないね。はい、ここでまたドラコを出してくる人がいるんだけど、ちょっと僕にはまた理解できないんですが、それ出しても次こっちが先制持ってるから、どうしようもないと思うんだけどな。さあこれより早いのを次出してこれるということなんでしょうね。エルリドクラスが来るのかな。エルリドを出してくるんでしょう。さあこれでスピードが速いと、勝るんですけど、スピード一緒じゃん。はい、これでこれだけ崩せれば OK です。今本当はクリティカル欲しかったですけどはい、これだけ出してれば、はい、ここで打っていけばいいと思うので、うわ24残ったのが辛いな。これ今クリティカルで倒しておきたかったとこですが、さあ向こうはクロック打ってくるかな。クロックを打ってくる。お、変えてくる。はいはい、これは痛いですよ。これ今一回クリティカルで倒されたのは相当痛いですね。さあここでスコタトルなんだけど、これ1回で倒せないので、はい、クロークをかけます。さあこれに対して無効化攻撃打ってくるかな。そうね、賢いね。はい、分かってますね。分かってたか。はい、ではここで、はい、普通に2倍打っていきますけど、さあこれでも先制取れないんで、はいはい、これどうしようもないと思うんだけど、これでもスピード落とせないから、さあここで、はい、1倍を打って倒していってもいいんだけど、なんかあっさりだな。なんかつまんねえな。はい、ということで、なんかよくわかんないけど勝つことができましたね。はい、ありがとうございました。ではまた明日。